はい、はじめまして。バーチャルトラックメーカーのロボティクスと申します。作曲系の VTuber として、今後楽曲動画やメイキング動画などをお送りしていきたいと思っております。現在ですね、3曲の動画がアップされているので、説明欄のリンクから、ぜひ飛んでいただいて、聞いてもらえると嬉しいです。今日は自己紹介動画ということで、僕のことを、お話ししていきたいんですけれども、ここで事前にいただいたマシュマロにですね、お答えするという形でお届けしていきたいと思います。はい、それでは最初のマシュマロ、こちらです。DTM 歴何年ですか？得意分野はやはり電子音楽系ですか？はい、ですね、DTM 歴ですね。僕はローランドの VT4 を使用した、いわゆるバビ肉おじさんなのですが、これはですね、この DTM 歴とか音楽歴っていうのは、僕のおじさん部分が割と生々しく露出してしまう話なのですが、なのでちょっと抵抗がないと言うとちょっと嘘になるんですけど、とはいえ大事なご質問なので、ちゃんとお答えしたいと思います。年数で言うとですね、まあ、ざっくり20年以上といった感じですかね。僕は最初ギター少女だったんですが、というか今でも少女なんですが、DTM のきっかけをですね、ナインチネイルズっていうバンドのですね、ライブ映像を見たのがきっかけですね。どんなバンドかっていうとですね、もうギターもガン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 って鳴ってるんですけど、で、ほんとロックではあるんですけど、ずっと後ろで電子音とかノイズとかがもう鳴り続けてて、しかももうメンバーもステージで大暴れしてるし、なんか泥だらけだし、なんかすげえなこれ、この世で一番かっこいいやないかこれ、というもう気分になってしまってですね、もうこれはもう自分でも作りてーってなって、でパソコンで作り始めたのがきっかけですね。そしてその頃はロジックを買ったんですよ。でももちろんアップルに買収される前のロジック、eMagicっていう会社だったんですけど、今ロジックに ES1 とか、あと EXS っていうサンプラーとか入ってますよね。で、これ信じられないことにですね、昔は全部別売りだったんですよ、これ。なので、ロジック単体でももう10万ぐらい。まあ、クラスがいろいろあったんですけど、10万ぐらいするやつじゃないと、エフェクトが全部入ってないっていう、そういうのがあって、ロジックと EXS、あと ES1、あと今普通に内蔵音源って普通に入ってるけど、アナログシンセとかの EXS 用のライブラリーを買ってですね、で、CD からキックとかサンプリングして、ギターライン録音して、もう見よう見まねで始めていった感じです。で、得意分野なんですけど、もう当時は本当インダストリアル系ワッカー真似して作ってたんですけど、今はいわゆる、まあベースミュージックっていうか、まあクラブミュージックがやっぱ好きですね。で、もうこんな感じで譜面とかメロディーとかよりも、サウンドとかビートにもう最初から、もう捨て振りをですね、もう全振りしちゃってる感じなので、未だに歌メロとか歌詞は、もうまともに作れません。はい。はい、それでは次のマシュマロいきまーす。DTM 歴何年ですか？ 20 年です。作曲上達のコツは、コツは、僕も教えてほしいんですけど、ですね、経験上ですね、一応いろいろ考えてみたんですけど、大きく言うと2つあるかなと思っていて、まず1つが、完成回数をとにかく重ねていくっていうのはあると思います。で、完成回数を重ねるために、まず何すべきかというと、締め切りを決めてしまうこと。自分でですね、1週間とか3日とか締め切りを決めちゃって、でもそこに向かって一生懸命わーってとにかく作っちゃうみたいな。で、そ
その締め切りが来たら、もう自分にも有無を言わさず、完成ということにして、アップしてしまうんですね。まあ今だったら、ネットとかでアップしてしまう。はい。で、この完成品ができると、自分のやったことっていうのが客観的に見れるようになるんですね。やっぱり作ってる最中って形にすることにすごく一生懸命になっちゃうから、作り終わって完成品聞いた時に、まあその時にうおーとかちょっともだえたりするかもしれないんですけど、でも実はそれがすごい大事で、やっぱ作り終えて客観的に見れるようになろうっていうところにまずゴールすることが大事だなと思います。で、次に二つ目の大事なことなんですけど、自分が理想としているサウンドと何が違うのかコピーしたりして考えてみる。はい。これはですね、完成品と、あと例えば自分が好きなアーティストなりの曲を聴き比べたときに、なんかここが違うんだよなーとかやっぱありますよね。だからそういう部分も具体的にテーマを絞って、例えばコピーってやっぱすごく大変なことだから、例えばキックの音だけでもいいし、サビのコード進行だけでもいいと思うので、で、そういう部分をちょっとコピーして、なんかそこ詰めてやってみる、ポイントを絞って、で、例えばそのキックを使って次の曲とか作ってみると、その部分は良くなりますよね。で、そうすると嬉しいし楽しいんじゃないですか、うん、で、まあちょっと自己満じゃんとか思うかもしれないけど、でも自己満でいいと思うんですよ。で、自己満上等だと思うのね、本当に。で、まあそこで褒められたらさらにラッキーだけど、まあ褒められなくても自分がそこを取り組んだこと知ってるし、変わったことが分かってるので、もうだから毎回自分のことは褒めてください。だから上達のコツももちろん大事なんですけど、自分のペースで続けるコツっていうのはもっと大事だと思いますね。はい、では次で最後のマシュマロですね。サウンドクラウドで曲を聴かせてもらってます。ありがとうございます。ドラムベース系の曲を作られていますが、ロボティクスさんが最も好きなアーティストは誰でしょうか。これからの活動も応援してます。ありがとうございます。はい、さっきのご質問でも出てきたナインチネイルズのトレント・レスナーはですね、やっぱ昔から本当大好きなアーティストで、サウンドとかもねめちゃくちゃ研究してきた人なんですけど、今は特定の人を追っかけるっていうよりは、もう新しいサウンドないかなーって、そんな感じで楽しんでますね。今ですね、一番のおすすめはですね、もうなんと言っても1788L ってアーティストがいて、ちょっと読み方不明なんですけど、この人もうね、顔も、まあ、ちょっとなんかすごいね、なんかノイズというかグリッチしてる写真で、顔もちょっとわからない、ライブ映像も真っ暗でちょっとよく本人がわからないんですけど、でもすごいかっこいい雰囲気の人で、なんかこの前ね、ネットの記事で、インダストリアルベースっていうジャンル名として紹介されてたんですね。まあ、いわゆるその EDM 系のサウンドではあるんですけど、もうほんと昔のインダストリアルみたいに、割とダウンテンポで、でもなんかすごいビッキビキのね、ベースがひたすらもうグルーブしてるみたいな、すごいミニマルだけど、めちゃくちゃもう激しくてかっこいい音楽ですね。これはもうぜひ聴いていただきたいです。あとね、ドラムベースもやっぱすごい好きで、カレントバリューっていうですね、おじさんというか、かっこいいおじさんとか、あとはノイジアとか、ブラックサンエンパイアとか、この辺なんかいわゆるニューロファンクって言われてるタイプのドラムベース、かなりダークな感じのやつ、これもすごい好きですね。で、あとね、フレッド V&グラフィックスっていうのかな、この人たちのシネマティックパーティーミュージックっていうアルバムがあって、これはね、本当に素晴らしいアルバムで、
ドラムベースと、フューチャーベースっていうのかな、フューチャーベース、フューチャーポップみたいな、そういう、いわゆる最近のああいうサウンドが、もう、ありえんくらい素晴らしく融合してる、もう最高のアルバムなので、これはもうほんと聴いてほしいですね。めちゃくちゃおすすめのアルバムです。はい。なんか、ちょっと語りすぎた感じはありますけれども、僕ですね、Spotify を好きで使ってまして、で、そのうち自分の曲も登録したいなと思ってるんですね。で、そうなった時に、おすすめの音楽とかと一緒に、なんかプレイリストにして、シェアとかできたら、ちょっと楽しいなとか考えてます。というわけで、ちょっと長くなりましたが、自己紹介動画、最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。今後もツイッターの方でですね、いろいろ告知とかさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひフォローお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。